はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今回はね、はい、説明する内容が配達日指定郵便っていう風になってるんですよね。さあ、今回のはなかなか知ってる人いないんじゃないですか。これね、なかなかマニアックな商品になってるんですけど、一応オプションサービスとしてこういうサービスがあります。何かって言ったら、もうそのままの名前の通りです。この郵便は何日に配達してくださいという指定ができるや、するっていう、郵便になります。ね、そんなサービス何の必要があるんかというと、これがね、意外とね、微妙なサービスに見えてね、実はね、私おすすめのサービスでもあるんです。使い勝手が実はあるんですよ。あまり知られてないんですけどね。ということで、まあ、一応簡単に説明しておきます。で、これは、日曜休日の場合と、いわゆる平日に、指定をする場合で料金が変わります。日曜休日に指定をする場合は210円にプラス基本料金で、配達することができます。ですから、これの場合はですね、日曜日にも配達します。普通日曜日には郵便、普通郵便の配達ないんですけど、こいつの場合は210円払ってこれやったら、できますよ。まあ、速達とかも、日曜日に配達あるんですけどね、っていうようなサービスになります。ここは、ね、210円払うとあれなんですけど、もう一つね、これね、なかなかね、使うことは ないんでね、知られてませんけど、平日に、日付を指定する場合には32円基本料金で、実はこの、配達日指定っていうのに、設定することができますよと。まあ、でもわざわざね、そんな何日ってする必要ってあるのね。届いたら届いた時にね、配達したらいいじゃないかってね、思うかもしれませんけどね。これがちょっと裏があるんですよね。で、他のサービスも見てみましょうかね。追跡はありません。ですから別にバーコードがつくわけではありませんよと。ね、で、無償席です。別にサインをもらうわけでもないですよって。で、賠償は、これね、配達日に届かなかったからって言って賠償になるのかって言ったら賠償になるわけでもありません。ね、なんです。賠償もないやないかね。怖いとったと賠償されるわけでもないね。高い料金を払うのにね、210円払うのに。で、受け箱送還です。別に何かね、ピンポン、郵便ですって言って、配達して郵便が届けに参りましたとかっていうわけではないんですよね。ポストにただ入るわけなんです。これの何がね、いいのかって言って、で、しかもですね、これね、差出日の翌々日から10日以内なんで、あ、そうか、これ翌日にね、設定したれば、あ、そっかそっか、速達みたいな感じで使えて32円。あ、そっか、お得やんと思うかもしれないですけど、あ、そうじゃないですね。翌々日以降っていうことなんで、確実に1日遅れるんですよね。じゃあもう、それこそ本当に普通郵便で送った方がいいの？なんでわざわざ32円払ってそういうふうにするのってね、いうふうに、思われるかもしれませんね。で、いうのがあるんですけど、実はこれね、使い勝手があるんですよ。実際私使い勝手があるんでね、よく使うんです。使うんでね、これ、ね、ちょっとね、シールありますけど、一応説明しておきましょう。宛名にね、この配達指定シールっていうのを貼るんです。これで、この日に届けてくださいとして、窓口に出してください。これ、これも郵便ポストダメなんで、はい。これは気をつけてください。必ず窓口に差し出してください。どうして窓口で差し出さないといけないのかっていうのは、これが一つその根拠になるところになるんですけど、ここが私のおすすめポイントでもあるんですけどね。ちなみにこれ別に持ってなくても郵便局に置いてありますんで、配達便して配達指定郵便で出したいんですけどって言ったら、あ、はい、わかりましたって言って、この用紙ね、出してきてくれますんでね。で、それで書いてね、貼っつけたら、はい、出来上がりで32円プラス、はい、じゃあ32円じゃで追加でお願いしますって言われて終わります。で、いうことです。まあ、一番下な感じでね、書きましたけど、窓口でないとダメですよと。切ってね、その差額分のね、切って貼って、ポストを投下しても無効ですよ。これは気をつけてくださいっていうところなんですけどね。で、何がいいのかって言ったら、これよく使われるケースっていうのは実はあるんですよ。どこって言ったらまずいのかな。某大手芸能プロダクションって言っときましょう。某大手芸能プロダクションのファンクラブの管理をやっているっていうところが、ファンクラブの会員様のバースデープレゼントの送達、バースデーカードの送達、なんか多分、なんかね、推しの、人を登録しておいたら、推しの、ね、人からそのファンクラブでね、ちゃんと、ね、ファンクラブでお金落としたらって言ったら言い方悪いかもしれませんけど、したら、メッセージ、ね、バースデーメッセージからね、その、あなたの好きな推しの、ね、方から届きますよ、みたいなサービスやってる大手芸能プロダクションがあるんですよ。そこのバースデーカードには絶対こいつ使ってます。
これで、まあ、早めに出してきてね、1週間ぐらい前とかに届くのかな、で、バーッと届いて、それで、配達日として管理するんですけど、これの一番いいところは、今分かりましたよね。配達日指定っていうやつには、それ専用の実は保管庫っていうのがあって、そこで保管されて、絶対その日に届くようにね、するっていうルールがあるんですよ。そのためにね、実はこれ、結構仕込みというか、いろんな、郵便局の中ではね、大きな取り扱いの違いがあって、これがね、これを知ってるとね、この配達日指定郵便みたいな使い勝手あるなと思うんですよ。何が変わるかというと、手区分になります。ですので、機械区分から外れます。機械区分になっとったら分かりませんからね、配達日指定なのかどうなのか分からなくてね、間違って早めに届いてしまったり遅くなってしまったりということがあるんで、確実に届けるために、さっき言いました、速達の区分棚と同じような感じで、実際には速達を区分した後に、区分するのかな。ちょっとそこら辺はあんまり郵便課じゃないでは詳しくないですけど。という感じで、これ手区分で作業するんですよ。プラス30円で全部人の手で確実に届くように手配してくれるんですよ。で、これに関してはさらに、その日に、届くというのは、まあ、余裕を持たせるもんで、万一ね、名前とかが間違っとったりした場合には、事前に返送サイトとかってして分かるようになります。事前に そこに許可っていうんですけど、許可じゃない、許可やったかな。許可は違う、居住確認なんで、忘れてください。まあ、その配達日指定のやつが届いたら、手交付で来るんですよ。課長に直接ね、手交付で行って、課長、今日の分の配達日指定、配達日指定が届いたんで、はい、お渡ししときますね、って。で、それを配達日ごとに、はい、はい、はいって、レターケースがあって、専用のレターケースがあって、そこに配達日、この日のやつが来ました、この日のやつが来ましたって、認証しながら入れるんですけど、時間に余裕があるやつ、というか、基本的には翌日以降のやつが届きますから、そうすると、その住所に本当にその人住んでるのか確認をするっていう手間も、取る場合があります。ちょっとこれ、原簿確認して、厳格とかって言いましたけど、原簿確認して、って言って、精通者の人が見たら、もうね、その人はもうすべての部屋番号、マンションのすべての部屋番号、誰が住んでるかなんて覚えてるようなね、人とかでした、パッと見た瞬間、あれこれ部屋番号違っとるんじゃんかなとかっていうような場合にはね、それで、宛書として、変換したりしたかして、これが意外とバースデーカードとか送るときには、ね、相手様失礼になったりするのを防ぎたりすることができるんで、非常に重要だったりとかします。で、これを使うと、さっき言ったように確実に届くんで、実はね、履歴書をね、送る場合には、これ非常にで、実は有効なんです。特に新設卒の方でね、履歴書を送るときなんかで、これ使うとね、印象上がると思いますよ。できるなんて、プラス30円で確実に届くようになりますし、で、これ確実に届けるようにするために、普通郵便と違って、例えば新卒の場合はエントリー開始日とか決まるじゃないですか。で、履歴書を送付できる開始日っていうのが決まっとれば、あらかじめね、早めに準備しておいて、早めに準備して郵便局に配達日してってしたら、で、基本的にはそのエントリー開始日って平日ですから32円できるんですよ。プラス32円払うだけで、全部手区分で間違って届くようなね、ことがないように、全部手区分でやってもらって、挙句の果てにちゃんとその住所が合ってるかどうか、郵便局のプロの人が確認までしてくれて、挙句の果てにこれ確実に届けないといけないんで、これはする人、しない人がいますけど、普通郵便として、まあ、例えばそういう場合は企業さんですよね、履歴書の場合は。送る場合に、これの上に配達日指定を乗っけといて、こいつ忘れ、配達日指定と大体速達はね、まあ、大手さんの場合はね、そういうふうにしてもうまとめて持ってきますから、もう基本的にメールセンターとかに持ってきますんで、それでまとめて持ってって、これ普通郵便と、これ配達日指定郵便がありましたらどうぞって言って、あなたのやつだけ、もう特別に入ってね、確実に渡されます。そうしたら、そういうふうにして届いたやつっていうのは、ある程度郵便とか詳しい人だと、おお、もう配達日指定で確実にやってきたな。こいつはなかなか、うまいことを使うやないか、郵便局をっていうね、そういうふうにしてね、評価が上がるかもしれませんよっていうのね、意外とこういうような使い方ですんで、何かをね、届けたいとき、確実に届けたいときに、早めに準備ができるのであれば、この配達日指定郵便っていうのは、ある意味で速達よりも確実に、いけるかもしれないっていうね、そういった、
特徴はありますので、この配達物指定郵便、なかなかね、マイナーではあるんですけど、非常にお勧めしたい、商品の一つでございますのでね、ぜひ、よかったらね、皆さん、郵便ライフのね、お供にしていただければと思います。まあ、これぐらいにしましょうかね。どうもご視聴ありがとうございました。